い、皆さんこんにちは、三浦彩香です。今日ですね、朝はあのバクローのマッスルグリルの試食会に参加させていただいて、で練習と行かせていただいて、今ですねスタジオコーストっていう会場に来ています。なんでかって言いますとね、いつもお世話になってる藤野恵美さんっていう方が、すごいなんか静かな感じなんですけれども、藤野恵美さんがですねタイトルマッチっていうことなので応援に駆けつけました。ギリギリ間に合いましたということでですね、会場に予約つきました。あら、受付の富松さん、お疲れ様です。ちょっとおしとやかにしてる。女子格のディープジュエルスには参戦中の富松恵美さんですね。はい、そうですね。今日は受付ですか？そう、受付嬢とです。あれ、ちょっとグラウンドガールは断られた。あ、そうなんですね。一緒にやろうと思ったんですけどね。そうですね、用意してきたんですよ。次回ちょっとやりますか？はい、はい、やりましょう。ということで、今日藤野恵美さんの応援ですよね。そうですね。あ、そうですよね。もう間違いない。後ほどちょっとわーわーよろしくお願いします。わーわーやりますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。目的地に着くための最適な方法は何だろう。最強を目指す旅に終わりはない。お疲れ様です。女子格闘家の皆さん、こんにちは。お疲れ様です。今からあれですね、恵美さんの応援ですよね。はい、よろしくお願いします。出てくるから。お疲れ様です。おめでとうございます。もう一回でしょ。
になったけど、ほんとみんなが沈むたんびにみんなで持ち上げてくれてすいません、ほんと自分だけで取れなくてありがとうございます。ほんとみんなありがとうございます。ギリギリメインも間に合ってチャンピオンになって、すごいすごいなっていう風に思いました。試合前にエミさんに連絡して、彩香につなげるからっていう風に言ってくれたんですよね。もうなんかすごいつながりました、つないでもらいました。はい、ということで私はまたちょっとトレーニングに行こうと思います。次スマイルさんとです。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。はい、頑張ります。よかったらチャンネル登録お願いします。またねー。